皆さんこんにちは。阪神梅田本店、北海道物産展担当させていただいております太田と申します。よろしくお願いいたします。阪神のオンラインだよ北海道に、出品していただいている特に私のおすすめする、お店を紹介したいと思います。安倍製麺の杉本さんです。よろしくお願いします。こんにちは、安倍製麺の杉本です。小樽で麺作りで一筋70年麺を作り続けてます。小樽っていい街ですよね。ノスタルジックがあって、僕も年に1回行かせていただいてますけどね。はい、ね、それで終わりですけどね、いつもね。では商品の方、紹介していただきたいと思います。よろしくお願いいたします。はい、では、小樽生ラーメンの低温熟成麺の8食セットです。40時間、5度ぐらいの温度でじっくりと熟成させた美味しいラーメンになってます。どんな味わいですか？つるつるしこしこですごくコシの強いラーメンになってますので。はい、ありがとうございます。ごめんなさい。はい、ありがとうございます。まあ、安倍製麺さんは、いろんなところに、麺を、納めてますんで味は間違いないです。製麺所の横に、トロリアンという直営店もやってますんで、そこでもラーメン、特にあんかけ焼きそばなんかが美味しいですよ。また小樽に行った時は立ち寄ってください。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。